綾小路くん。今帰り？朝比奈先輩。今日はほなみと一緒じゃないんだ。一ノ瀬と俺はそこまで仲がいいわけじゃないですよ。そうかな。友達だって本人から聞いたけど。要件は何ですか？ドライだな。まあいいや。可愛いほなみのことで君の耳に入れときたいことがあってさ。ほなみ、今回の特別試験に関して雅の奴に協力を依頼したみたい。南雲会長に？退学者救済の2000万ポイント、その不足分を貸してほしいって。そしたら雅なんて言ったと思う？厳しい交換条件でも出されましたか？あいつ、ほなみにポイント貸す条件に自分と交際しろって。いいんですか、そんなこと俺に教えて。自分のクラスのためだよ。みやびが1年に多額のポイントを貸せば私たちにも後々負担になるかもしれない。何よりそれで仲間を守るために辛い思いをするならほなみがかわいそうだからね。でもどうして俺に相談を？わかんない。でも君ならなんとかできるかもって思ってさ。ま、もしかしたらの神頼み的な。じゃあとりあえず伝えたから、あとは君の判断にお任せ。